はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は耳鳴りと医療大麻について話をしていきたいと思います。耳鳴りというのは鳴ってない音がずっと聞こえているような状態で、人口の 10% から 15% が耳鳴りを経験していると。実際に 1% ぐらいの人は日常生活に今影響が出るぐらいひどい耳鳴りがしているということです。これは別に命には別状ないんですけれども、イライラしたりですね、不安になったり、鬱っぽくなったりっていう、そういう心理的な影響があったりですね、で集中力が下がったり、仕事ができないですね、眠りづらいとですね、そういう生活への差し障りがあるという人がですね、たくさんいるということです。なぜ耳鳴りが起きるかというと、脳のですね、神経細胞が過剰に興奮することによって発生しているんじゃないかというふうにですね、考えられているわけです。神経の過剰興奮をじゃあ抑えるのが治療になるということで、抗てんかん薬がですね、研究されたりしてるんですけれども、今一つですね、効果の方が芳しくないと。病院に行くとどんなものが出るかというと、基本はですね、ビタミン剤みたいなものが処方されることが多いかなと思います。あと対処療法として、うつっぽければうつの薬、不安が強ければ抗不安薬が出されるみたいな感じなんですけれども、これといったですね、バリッと効く治療法というのが非常に乏しいわけですね。そこでですね、医療大麻に白羽の矢が立つわけです。まずですね、大麻というのは神経の過剰興奮をですね、抑制するような作用があると。実際に転換治療薬としてはですね、効果が確立されているわけですね。他にも不安とかですね、鬱とか不眠とかイライラみたいな、そういう精神症状に対してよく使用されると。かつですね、一部の耳鳴りの病態というのは炎症が絡んでるんですけれども、この炎症性の病気に対しても大麻の抗炎症作用が効果があるということで、非常にうってつけの選択肢なんではないかというふうに考えられるわけですね。そこで2023年になりまして、カナダのですね、オタワ大学とトロント大学というところの研究者が一緒に合同で研究を行って、耳鳴りに対して大麻を使っている人にどんな感じか聞いてみたというアンケート調査を行ったわけです。これはですね、カナダの3つのクリニックに耳鳴りを主訴に受診している患者さんにですね、アンケート答えてくれませんかというふうにお願いしたところ、45人が答えてくれたと。そのうちの 58% がこれまでに大麻を経験したことがあるというふうに回答しているわけです。さらに45人のうちの 22% がですね、今現役で大麻を定期的に使用しているというふうに回答しました。このですね、現役の大麻ユーザーのうち、その8割がですね、耳鳴り関連の症状に対して大麻がいいふうに作用しているというふうに答えたんですね。具体的にですね、どういう症状が楽になっているかというのは内訳がこちらになりますけれども、めまいが楽になっている人が3人、聴覚症状が楽になっている人が3人、何らかの痛みが楽になっている人が7人、眠れない症状が楽になっている人が7人、精神的な不快感が和らいでいる人が6人、仕事ができないなどの機能性の障害が改善している人が4人ということでした。また大麻のどういう形態のものを使ってますか、どういう形態のものが好みですかという質問をしたんですけれども、一般的にね、大麻喫煙のイメージが強いと思いますけど、この場合はですね、エディブル食品がですね、一番支持されているというですね、回答結果が得られております。また全員に対して耳鳴りに対して大麻を使うことに興味がありますかという質問したところ、回答者の 96% が興味はあるというふうに答えていることが明らかになったわけですね。なかなかね、耳鳴りが命に関わる病気ではない都合でもありましてですね、これからも効果的な治療薬っていうのが出てきづらいんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。ですので、大麻が合法な地域においては耳鳴りの治療薬としてビタミン剤よりは大麻の方が効くんじゃないかということで、いわゆる第一選択治療になっていくということが今後十分にあり得るんじゃないかなというふうに私は思ってます。ということでですね、日本のたくさんの耳鳴りをですね、悩んでいる人たちにもこういう情報が伝わればいいなと思いますので、よろしければいいねと拡散の方ですね、よろしくお願いします。じゃあね。